マリア・クリスティーナ・イザベレ・ナターリエ・ホン・エスター・ライヒは、オーストリア皇帝家の分家テシェン公爵家の公女で、ザルムザルム家の皇帝子、エマヌエル・アルフレートの妻。テシェン公爵家の当主、フリードリヒ大公とその妻で、黒い公爵家の公女であるイザベラの間の第一子、長女として生まれた。野心家の母、イザベラ大公妃は、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世のおいで、 定位継承者のフランツ・フェルディナント・大公が、テシェン・公爵家の居城、ハルプトゥルン城に頻繁に通うようになると、大公が、マリア・クリスティーナに求婚することを期待したが、大公は城に次女として使えるゾフィー・ホテクと、密かに恋愛関係にあり、これは1899年に露見した。1902年5月10日に、ウィーンにおいて、ザルムザルム公、アルフレートの長男で、 四次講師のエマヌエル・アルフレートと結婚し、マニ五5人の子女を設けた。夫は、第一次世界大戦中の1916年、東部戦線のピンスク郊外において戦死した。マリア・クリスティーナは、死後、アンホルトにある、ザルムザルム高架歴代の墓所に葬られた。ありがとうございます。